はい、キャンプ場でコーヒータイムでございます。はい、いただきます。うまい。はい、あのね、はい、俺が今まで飲んだコーヒーの中で一番美味しいかもしれない。すっごいいい香り。おだけど残念ながらね、はい、これ父ちゃんが入れたコーヒーじゃないんだよ。はい、今回このコーヒーを入れてくれたのは、はい、てーるー。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。はい、来ました。これがどうのなんか穴がすごい、すごいすごい道具が出てくる、出てくる。あ、カズマックスさんのカバンは魔法のカバン。幼稚園光りそうなの出てきたよ。これこれ測るのは大丈夫。測り測りすごい、測りすげえ。初めてこんなの、こぼたのもの。さて、ありがとうございます。おー、来たー。はい、というわけでコーヒーを入れていただけるのはカズマックスさんでございます。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。そして助手のりょうちくん、よろしくお願いします。りょうちゅうし、コーヒーのスペシャなんだ、スペシャリスト。いやいやいや、教えてもらって、教えてもらって。カズマックさんはお年が御年21、はい、でこっちが39歳なので21で13だから、りょうちの方が近いからね。大丈夫か、あと7年後にこんなかっこよくなれるか。お兄さんだ、お兄さん。お兄さん、兄貴と呼んでください。今日はこれってガス式なんですか。そうですね、ガスです。これで出して出ちゃったりする。かっこいい。大体マキネッタ用に使ってるんですよ。ん、マキネッタ。マキネッタ、あのエスプレッソをチップするやつ。はぁ、い、なるほど。こんなアウトドアでこんなすごいコーヒーが飲めるとはどんくらい出ますのかわかんないんですけど、めっちゃ楽しみにしておりますよ。めちゃめちゃいい色してますね綺麗でしょ、本当にピカピカだ。これ開けた時マジ感動しました。すごいすごいやっぱ温度はすごい重要ですか。重要ですね、やっぱり。本当に5度違うだけで全然味違うっちゃう。違うんだ。すっごい楽しみ。うん、すっごい楽しみですよ。そう、今度山の上でのコーヒーやりましょう。めちゃめちゃうまいらしいですよ、山の上のコーヒーは。大変ならしいですよ。ただこれはちょっとあれ登るかどうかは、まあ、私頑張ります、それのためだから嘘はい、今回のコーヒー豆は、はい、今回入れますのはガテマラサンタカタリーナです。はい、スペシャルティーコーヒーでして、はい、ガテマラの中でも特に、美味しいコーヒーですね、農園ですね。楽しみにしております。はい、そのなんかガテマラまで分かんないけど、その後が全然分かんないんだけどサンタカタリーナ、サンタカタリーナ、はい、頑張って入れます、はい、金属フィルターの特徴お願いします。はい、金属フィルターなんて、ペーパーを通してないんで、はい、そのまま豆の油がダイレクトに出るので、はい、もう本当に豆の美味しさが、ね、そのまま出ます。吸収されないってことですね。そうですね、はい。あ、確かにペーパードリップしたってなんかパキパキになるぐらい、なんかいろいろ成分が吸収されてますもんね。そうそう、うん、結構カットされちゃうんで。なるほどね。それもさっぱりして美味しいは美味しいんですけど、はい、やっぱりこれもまた美味しさがありますよね、違うね。あ、なるほどね。危ない危ない、はい、美味しそう。はい、よし。おお、膨らんでくる膨らんでくる膨らんでくる。あ、すごいすごい。すごいね、すごいね、すごいね。膨らんでくる。まとめるんだ。待って、じっくりじっくり。じっくりじっくり。おお。おお、一頭ずつですね。一頭っていうんですね。二十回、二十頭。はい、二十頭で。コーヒーの銅の銅の輝きと後ろの緑はこれいい具合にマッチしてますよ。めっちゃアウトドア。そして美味しいコーヒーが流行って、美味しいコーヒー。結構時間かけて入れるもんなんですね。結構勢いよく行っちゃってるな。ダーってやっちゃう。浅入りとかだと、はい、結構ささっと落としたりもするんですけど、はい、割とこんな感じですね。大体もう風がすごいな。
もう最初の方をじっくり落としたら、もうあと、まあ、時間経ってくると美味しくないところも出てきちゃったりするんで、さっと後半を落とします。テクニックはいはい、というわけで、はい、出来上がりました。いやー、いいです。熱くないですか？今熱か、今熱かった、今熱かった大丈夫ですよ、結構ね。あ、そうなんだ。はあ。はい、キャンプ場でコーヒータイムでございます。はい、いただきます。うまい。はい、あのね、はい、俺が今まで飲んだコーヒーの中で一番美味しいかもしれない。すっごいいい香り。これ本当に美味しい。ありがとうございます。あれですね、あの飲んで最初味がガッとくるじゃないですか、うんうんうん、ガッときたのにその後なんか落ちるわけでもなく、うん、なんか苦味があるわけでもなく、はい、スーッときますね。そうなんですよ、味がもう本当強いでしょ。そう、濃いでしょ。強いんだけどスーッと。これやっぱその入れ方とかでくるんですか？でも豆の鮮度とか良さとかですね、うん、やっぱり香味が抜けてない。そうだから、このねコーヒーがね、うん、あ、なんていうの、後味がこう残らない入れ方とかになると普通薄いんだよ。でかといって単純に濃いと豆の量が多かったりして濃くなると、うん、くどいんだよ、うん、もうええっちゅうねんとか味がくるんだけど、これうまいありがとうございます。いやー、こんなに違うんだな。おいしいおいしい、ありがとう。本当にありがとうございます。はい、おい、いただいてみたいと思います。コップがアウトドアって感じがする。あ、すごい、なんかね、優しい味がする。甘いんだよね。後味っていうか、スーッと味が、うん、苦く、なんかコーヒーなの苦くないって言ったら変だけど、コーヒースイーツみたいな、ビタースイーツみたいな感じ。そうだね、なんかスイーツですね、うん、というわけですね、いただいてるんですけど、ちょっともう動画撮り終わったんですけど、まあ今もまた撮ってるんですけどね、うまいんだこれ。味が丸い、丸いんじゃない、丸い、すごい丸いコーヒー。これね、コーヒーが苦いから苦手って人とかには、もしくはくどいから苦手って人、これすっげえいいかもしれない。もう早くコーヒー飲めるの年になれなよ、うんうん。めちゃめちゃうまいよ。もう兄ちゃんいっぱい飲んだけど。うまっ。ありがとうございます。はい、カズマックスのコーヒーチャンネルのカズマックスと申します。YouTube からコーヒーを発信ということで、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。